皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド大阪でカスタマイズさせていただいた車両を2台紹介したいと思います。紹介してくれるのはカスタム担当した岡君です。よろしくお願いします。お願いします。そして今回ちょっと場所がすごいところで撮ってるんですけど、PV 撮影させていただいて、そのままその現場で紹介させていただくということで、で早速ちょっと紹介していきたいんですけれども、紹介する車がこの2台です。2台、はい、総額が多分1億円ぐらい、1億超えてますね。なんと、はい、ランボルギーニ2台、アベンタドール SVJ とウルス、はい、ご紹介しちゃいます。そしてこれがなんとびっくり、1人のオーナーさん。そうです、同じオーナー様に車ごと、あ、車ごとなんだ、買っていただいて、はい、でさらにカスタムも加えてということで、とんでもない車2台を紹介したいと思います。でまずはこっちの SVJ からちょっとご紹介ということで、はい、もう車がすごすぎますもう SVJ という、はい、まあその上ちょっと特殊車両で63とかありますけども、そうですね、もう言ったらもうアベンタドールの王様的存在、はい、SVJ をもう誰がどう見ても分かるぐらい、もうめちゃめちゃいじってある、はい、これすごいね、はい、元色がマットの赤、はい、あ、これもともと元色です、はい、もともとマットのレッドで、でまあカーボン結構ついてたんで、すごっ、まあちょっとそれに合わせていろいろやりましょうということで、はい、SVJ をここまで激しくカスタマイズするってさすがにボンド大阪でもあんまないよね。そうですね、前のマットブラックのあれと同じぐらいカスタムさせていただいて、でも本当にその車両ぐらいでもう数えるぐらいしか。そうですね、やっぱりもうちょっと特殊っていうか、もう、はい、やっぱりこの辺りをさらにカスタムで、しかもここまでってなると、まあまあ気合がないと、そうです男気と気合とマネーがないとちょっと厳しいはい、でちょっと順番に見ていきたいんですけど、はい、まず低い、はい、信じられないぐらい低い。車高は結構低めで、はい、で当然リフターもついてる。リフターついてます、はい。もともとアベンタ SV 乗られてましたので、SV から SVJ なんだ。そうです、はい、で SV の時もエアロついて車高低めでって感じだったんで、これもう前が、はい、これまあ低いですね、とんでもなく低いそしてマットのこのカーボンがマットのボディにこうよく合ってるというか、そうなんですよ。だからここはこれノビテックなんです。あ、これノビテックなんだ、はい、ノビテックのフロントリップスポイラーを、マットカーボン仕上げ、はい、ステルスの馴染むように、そうそう、ステルスのプロテクションフィルムで、でもう全部カーボン、全部カーボンです、はい、そしてボンネットも、ボンネットも、あとここのインテークのカーボンも全部伸びてくれで、マットカーボン、はい、でちょっとカーボンとこのボディのちょっとこう、そうですね、ボディとのちょっと色を、はい、でこのド派手なこの塗り分けが成立するっていう。そうですね、もう SVJ じゃないとっていうのはあります。普通の車でここまでやったらちょっとやっちゃった感が出るけど、一歩間違えると大変なことになる、振り切れちゃってるんで、はい、そしてでこれがね、純正オプションです、これ。はい、これ純正なんだね。純正です。さっき聞いてめちゃくちゃびっくりした、はい、なんだろう、純正オプションっていうかアクセサリーみたいな、はい、純正のまあ言ったら例えばセンターキャップカーボンですよとか、そういうのと同じ、はい、でもこれ穴開いちゃってんだよね。穴開けてます、はい。これじゃあ純正を穴開けてつけてるってこと。そうです、本当にだいぶ気合がいりますでこれでもやっぱSVJ ぐらいこうバキバキじゃないと似合わないかなと思いますね。確かに確かに確かに。一応装着はできるんですよ。LP700 でもアベンタ S でも SV でもいけるんですけど、まあ、やっぱこのシルエットでこれ似合うってなったら結構 SVJ が一番、うんうん、フィットしやすいというか、はい、すごい。でさすがにこれ中は貫通はしてないんでしょ。そう、貫通はしてないですね。インナーフェンダーはちゃんと残ってる。そうです、なんか、まあ、ドレスアップ、うん、うん、はい、いやドレスアップでもよしじゃあフェンダー開けてつけるかってならない、ならない、すごっ。そうでこれももともとは艶ありのカーボンなんで、ここもマットにして、はい。そしてその下にあるこちらのホイール、ホイール超高級品が、はい、今回入れさせてもらったのが1221、はい、1221の1551の VIP AP2X です。まあ言ったら一番高いやつ、一番高いやつ VIP シリーズ。そうです。それを、はい、グロスのブラックに塗ってんのこれ。そうなんですよ。ちょっと今回はいろいろ悩んだんですよ。ブラッシュドにしようかなとか、まあポリッシュかなとかも思ったんですけど、もうこんだけバキバキだったら、まあ、色気っていうよりスポーティーの方がいいかなと思って、はい、もう逆にそうなんですよ。でグロスブラック、シンプルに。でも言ったらグロスブラックに塗っちゃうって一番贅沢じゃない。そうなんですよ。アメタンでこれってなかなかね、鍛造の質感を全部消して真っ黒黒にするっていう、はい、オプション金額がグロスブラックって結構0円のメーカーも多いじゃないですか。だけど一番贅沢な感じがするんですよ。すごい、はい、で当然センターロックで作れるわけなんですね、はい、そうなんですよ。でキャリパーももともと確か黒だったんですよ。え、塗ったの？はい、塗りました。これ赤に、はい、キャリパーもなんかちょっと存在感が、はい、でもこれはちゃんとグロスで塗って、そのボディのマットとちょっとメリハリで、はい、そうですね。マットのキャリパーって、ね、古さがなんか感じるんですよね。ちょっと焼けちゃったりとか、はい、劣化してる感が、そう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 、なんかクリアハゲたんかなって感じがするんで、だからもうここはだから足元はこのグロスとグロスでちょっと合わせて、なるほど、はい、もうセンターキャップにするとなんかこの辺のなんていうの感じも変わって、そうですね、ちょっと同じホイールでも全く違って見えるっていう、はい、結構そのあたりがセンターロックって面白いなと思いますね。はい、でこれ車高はないんですか？車高はロアリングロッド、プッシュロッドの、はい、HNS の、そうそうそう、あれで落としてます。でもうキワキワまで下げたり、はい、でもうあとは至る所がもう全部カーボン、はい、そうですね。まあ屋根はラッピングなんですよ。はい、はい、屋根はラッピングで、まあミラーとかはもうこれオプションのこの台座からカーボンで、ここからカーボンだもんね。はい、そうなんですよ。ここから全部カーボン入ってて、だからベース車結構オプション入ってたんで、はい、でだからこの、はい、ルーフもラッピングなんですって言われるまで気が付かなかった。そっちずっとカーボンカーボン、そう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 、これ実はラッピングなんで、マットの、はい、昨日教えてもらうまでどこからどこまでがそのもともとのカーボンなのか。そうですよね。だからもう今のカーボンシートってやっぱりまあグロスとマットとあるんですけど、なかなかこう成功になってきたというか、質感が高い、はい、でここまでいろいろこうカーボンのパーツがついてるんで、はい、違和感がない。そうですね。全然ない車にラッピングでこうカーボンのやつやっちゃうと、そうそうそう、あ、なんかやっちゃったなってなるんですけど、分からない。そう。そしてサイドスカートなんかも、サイドスカートもここもこれマットのカーボン純正になってて、ここが伸びてる。あ、そこが追加されてるんだ。はい、この部分が伸びていくようになってえぐ、はい、そうなんですよ。結構最初これ結構人気で、僕ももう4、5台つけさせてもらったんですけど、人気っていうのがちょっと分かんないんだけどそう、みんな皆さんこれはなんかつけられるんですよ。やっぱりなんかすごくバランスがいい。そうなんです。この開口部とのこのカットとのバランスがなんかすごくいい感じ。結構ね、もともとだったらここまでただ板で終わる感じだったんで立体感も出ますし、でも初めてつけた時部品届いてどうやってつけるんやろうって確かにホームページ見てもなんかよくわからんし、ただすごくバランスがいいかなっていう。ここも人気なのはちょっと意味が分からないですけど価格的にも車的にもそうですね結構まあなんか皆さんやるときは全部つけてます。じゃあ結構おすすめパーツってことですね。おすすめです。はい。であとはちょっとその屋根のその続きでいくと、ここがここは純正でカーボンだったんで、こことここはラッピングで、真ん中にマットの赤でちょっとこうラインを入れてあげて、はい、どこまでがもう車が特殊すぎるのと改造されすぎてて、どこまで手が加えられたのかもともとなのかオプションなのかわからないです。私もうここは一応全部張り込んでって感じで、で、あ、はい、ちょっといい？これってあるの？カーボンの一応オプションであるんですよ。あ、そうなんだ。この前入庫してた車がそのカーボンのフェンダーだったんですけど、すげえ高いっす。なんか SV の時フェンダーで250万だったんですよ。本当に？はい。だから SVJ だったらもうちょっと上がってるんかなって気もして国産コンパクトカーがこうくっついてる感じ。そう、ここだけでここを言ったらカーボンにしたいがためにねでもまあまあこっちはそのもともとペイントで入ってたんでラッピングで、はい、カーボンマットカーボンのラッピングに J の赤を入れてます。なるほど、はい、そんなふうに仕上がってます。そうです、はい、あと後ろに行くと、あとここが伸びていくフロントと同じリアのフラップ、はい、これもめちゃめちゃつけてます。めちゃめちゃつけてますっていうのみんなマストでここはつけて、なんかホームページにロードスター用って書いてあるんですけど、あ、そうなんだ。全然クーペでも普通につくんで、はい、でもこれで20何万、こんなパーツじゃないですか。もうコスパがいいのか悪いのか分かりませんもん。僕の一月の給料ぐらいこれで支給される感じでだったら現金がいいなSVJ 持ってないんでで、あとはこの下のフィン、あ、これそうなんです。これラッピングなんですけど、まあ、ここがもともと純正でマットのカーボンになってて、で結構ライン入れられる方多いじゃないですか。ここにこうピーピーってライン入れて、でやっぱライン多いしなっていうことで、前にブログに出てたマットホワイトの SVJ の、はい、お客様がこうしたい、なんか海外でやってる人がいて、でそれ貼って、でまあそれかっこいいからちょっとこれも一緒でって言って、まあ、ちょっとは若干貼り方変えてるんですけど、だってもうこのどでかいフィンがこの色になって成立するっていう、はい、そう、なんかやりすぎ感出るじゃないですか、この手のラッピングって。でもやっぱ上もこうバッキバキにボリュームがあるんで、じゃあちょっと下がカーボンだけだったら夜とか分かんなくなるんですよ。だからちょっとそこに入れてあげて、はい、もう普通の車じゃね全然こう応用が効かないですSVJ だからなんか成立するカスタマーですね、はい、だからフィンもこれだけ大きいからこそこの貼り方がかっこいいんだって、うん、もうちょっとちっちゃいフィンだったら多分ダサいんですよ。確かに確かに確かに、はい、結構その辺もいろいろバランスを取りつつで、はい、とんでもない1台に仕上がってみたいな、はい、で紹介するもう1台の車がこちら、はい、なんとウルスという、はい、ウルス最近人気ですね。人気です。なんか値段がすごく上がってるというか、あ、そうなんだ。もう一時期2800、900万ぐらいでもあったんですよ。今もう3000、3100、200は一番安いやつでも、なんか世界的になんかすごいよね今人気が。そうですね、今もうゲレンデはもちろんなんですけど、まあ、あとはアベンタ系、そのさっきの SVJ とかも今 SV が一番値段が上がってます。もう世界中のその車好きな人、著名人、はいはい、その芸能人とかなんかもうそういう人たちにかくなこぞって、はい、そうですね、このスタイリングと今までこうなかったよねっていうこと、まあ、次がハイブリッドになりますよとか、やっぱりそういう情報が出ると限定車系はすごい上がるんで、はい、でもそこをさらにいじくるのがボンボン様ということで今回の車もしっかりこちらもいじってあるみたいな、2台、はい、これだけいじってたもんでこっちはこれリープとかはエアロはリープデザインさんの、あ、なるほど、はい、リープデザインさんのカーボンエアロの、セットですね。なんでフロントリップとここのインテーク、あ、これもなんだ。ここもそうですね、はい、もともとこれスタイルパッケージってこの辺がグロスブラックになってるんですけど、ここもともとグロスブラック、これもともとなんだ。これそうなんですよ、オプションでカーボンかグロスブラックか、ボディ同色か、オプションなしのミニみたいなザラザラかが選べます、はい、あ、なるほど、そうですよ。だからここ、まあ、ここがもともとグロスブラックのところにそのリープデザインさんのカーボンパーツ、こことフロントとサイドとリアディフューザーです。なるほど、しっかりその辺もやってあると、はい、そして足元は、はい、アナーキー AN10 で23インチ、はい、これまた2台ともはめたのそうです、1221とアナーキーと、はい、2台のこのホイール合計金額で、はい、なかなかの高級車が買えるっていう、そうですね、恐ろしいですもうそしてこっちは塗っちゃうとかじゃなくて、そうですね、これポリッシュにこうスモーク吹いてある感じで、はい、ちょっとカーボンっぽさを出したというか、なんか鍛造のこの質感の良さをなんか生かした、はい、そうですね、こっちはちょっと残してる感じで、はい、でまたちょっとこのウルスのちょっと高級な感じとなんかすごくこう、はい、そうですね、マッチしてる、はい、まあ、どうしてもやっぱ SUV なんで、はい、そしてこのワンピースっていうところは結構ポイントかなっていう。そうですね、まあ2ピースとか3ピースも、ね、最近23インチできるようになってきたんですけど、はい、やっぱりこうどっしりしてて結構デザイン複雑なんで、はい、もうちょっとこの辺りのデザインがいいかな、はい、なるほど。そして車高もしっかり下がってますね、はい、ASC ロアリングモジュールで落としてます、まあ、スマホで簡単にできて、そうです、はい、で速度リミッターつけたらノーマルにも戻りますよっていう、はい、すごく利便性も高いのが入って、はい、もうなんかガンガン使える感じがします。そうですね、今どんどんエアサス車増えてるんで、はい、やっぱり適合取れたらね、いろいろ下げれますし、やっぱりこうロアリングで物理的に難しいところとかもできるんで、はい、ちょっと車が SVJ ともう一見なんかめちゃめちゃいじったランボルギーニ台なんだけど、はい、こっちはすごくなんかこう普段乗りできちゃうなっていうところを感じます。結構こっちは奥様も乗られるってことで、はい、なんかちょっとワンピースのところだったりとか、はい、はい、24も入るところをあえてこう23にしてたりとか、23で、はい、でそのローダウンも向こうはもうロット入れてローダウンだけど、こっちはその使い勝手のいいスマホでそうできちゃうので、はい、こっちはもう全然乗れちゃう感じがします。そしてあとはその、まあ、さっき言ったサイドスカートと、はい、で屋根が一応、あ、なるほど、はい、ルーフはグロスブラックにラッピングして、まあ、ちょっと車高低く見せるというか、あと、はい、はい、このシルバーが結構塗っちゃうの定番だったけど、はい、うん、白、シルバー、黒だと、はい、なんかこうワンクッションになってあんまり違和感がない。そう、なんかね、いやどうしようかなと思ったんですよ。黒にしてもいいんですけど、いやちょっとホイールあるし、ちょっとつながりで、はい、まあね、黒でもいいし、はい、まあまあ白でもいいですし、まあ、とりあえずちょっと今回は触らずに、はい、確かにホイールとのつながりはちょっと感じますね。そう、ちょっと色味的には若干似てるかなっていうところ。あとウルスのそのボディカラーと、あとこのフェンダーの色によっては、はい、ここすごくなんか浮いちゃう。ああ、ありますね。大宮店は結構そのボディ同色に塗ったりとか黒く塗ったりとかっていうのは、そうですよね。これ割と本当にホイールの色となんかボディカラーのこのバランス的に意外とちょっと今回はここは置いとこうかな。全然なんか手つけなくても全然違和感が今回ないなっていう。もう真っ黒にしてくれとかだったらもう速攻ラッピングするんですよ。確かにそうするとなんかこのシルバー急に際立っちゃったりとかするんですけど、今回なんでこれシルバーなんやろうって。まあまあ純正だとディフューザーとかがシルバーですから、ね、ああなるほど、はい、またディフューザーのそのシルバーの面積大きいからね。大きいですね、はい、なんでちょっとその辺がうまく今回あえて触ってないんですけどうまくなってるなって。そうですね、はい、そしてあとは後ろ。そうですね、後ろがここがそのディープデザインさんのこれ、そうリアディフューザー、ここから下ごっそり変わるタイプで、でこの上の部分だけサイドとバランス合わすためにグロスブラック。なるほど、はい、だウルス結構ね後ろの本当にさっきも言ったけどシルバーの面積が大きいんで、 そうですね、そこ触ると全然こう、はい、リアビューが違って見える。そうなんですよ。で、まあ、最近ウルスのオプションでそのカーボンパッケージが出たんで、そのディフューザーごっそりカーボンのタイプも出てきたんで、そうなんですよ。まあその仕様だったら余計に横のシルバーはラッピングしたくなります、ね、はい。だとこれはそうですね、スポイラーはこれ純正でここだけラッピングしちゃう。そういうことなんだ、はい、ここだけ、はい、これちょっとこの辺も全部グロスブラックなんでちょっとエッジのところだけ、はい、これなんかちょっとこう、はい、車外感がここライン入れるだけで、ああそうですね。でカーボンのスポイラーとかもねあるんですけど、白のボディでここカーボンにしたらなんかね何にもついてないように見えちゃうんですよ。なんか白い車は僕なんかスポイラーちょっと白で残したい。なるほど、はい、まあそれから塗り分けするとか、はい、この辺はちょっと唯一なんか他の車にも参考になるかなっていうちょっとラッピング入れてはい、こんなカスタマイズされてみたいです、はい、というわけで今回はちょっと PV 撮影の現場からそのままちょっとカスタム紹介をご紹介させていただきました、はい、もうちょっとこういう度胸な車もそうですね、岡君の手にかかればいろんなカスタマイズもういろいろ考えます。バッキバキのから、はい、普段乗りできるけどかっこいいっていうのもできますので、いろいろニーズに合わせてというか、はい、まあ何でもお気軽にご相談ください。というわけでボンドチャンネル、はい、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。